接続部に確認した1名は他は接続部から先の状況は不明。ログでは崩壊時に多くの生体エネルギーが移行された形跡。そうか、ともかくその1名の回収を急ごう。では箱舟に。なんだこのもう一つの反応は。
おーい、大丈夫か？お、気がついたか。なあ、なあって。たく、聞こえてんのか？波打ち際でこと切れてんのかと思ったわ。サボって海岸で昼寝か？何？キーブレードなんて珍しくないだろ？お？お前キーブレード使いじゃないのか？俺はレムス。この辺に歪みが出たから巡回中なんだけど。ああ、それは俺の戦利品。この海岸はたまに高値のつく漂着物が。まあまあそんなのはいいわ。さっき言った通り、この辺りには歪みが出てる。歪みがある場所には大抵ハートレスか漂着者が。おい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 、俺のだって。さっさと逃げろって。おい！そんな錆だらけのガラクタじゃ使い物にならないって。お前やっぱりキーブレード使えるのかよ。何でもいいや、やれるなら手伝え。驚いた。お前結構戦えるんだな。しかもそんな錆びたキーブレードで。なあ、どこの結社所属なんだ？わからない。ってまさか漂着者？いや、それじゃいきなりキーブレード使えるのも変だし。あ？使えるのか？いやいや、それなら本家が来るはずだし。姿もな。あ、じゃあここがどこかわかる？わかることは？おお、しゃべった。名前は？まいっ
ったな。名前もわからないのか。まあ普通にどっかの結社の所属で任務中に記憶を失ったってとこだろうな。たく金目の漂着物どころか記憶喪失の人間を拾っちまうなんてついてねえな。めんどくせえけど仕方ない。記憶喪失の変なキーブレード使い、マスターなら所属先を調べてくれるかもしれない。ああ、その道を極めし者。昔はキーブレードマスターが主流だったみたいだけど、今は結社が増えすぎていちいちキーブレードマスターなんて用意できないから、結社の代表オペレーションマスターがそれを成してる。お前うちの結社までついてこいよ。しかし名前がないのは不便だな。仮でもいい、何か呼び名を決めようぜ。お、いい名前なんじゃないか。よし、あっちが都市中央だ。行くぞ。幕が上がり物語が始まる。それがやがて失われる空白の歴史だとして、都市周辺に小規模歪みが観測されました。今日は多いな。異変が起きているのか、それとも何かきっかけが。念のため警備隊に連絡を入れておこう。さあ急いで結社に向かおう。うちのマスターそろそろ居眠りしそうな時間だ。大丈夫か？もしかして何か思い出したのか？あれはエヘメラ様だろ？そうか、それも忘れてるのか。何か思い出せそうか？そうか、まあ知り合いでもないし仕方ないな。エフェメラ様はこの都市スカラード・カエレム建国の祖であり、初代キーブレードマスターとして原始にあるお方だ。あ、今ので何か思い出したか？ん？どうした？なんだよ、びっくりした。ああ、これはお前のキーブレードの錆か、ハートレスと戦った時にでもついたんだろう。それより先を急ごうぜ。しまった、ここにも出たか。はっ、ほら、せい。
もう大丈夫そうだな。先を急ごう。都市内にハートレスを検知。異変の原因はこれか。結社に出動要請を。それが本家直属はほとんど出払っていまして、残っているのは居眠り。バロック結社か。さあ、ここがうちの結社だ。まあ少しばかし古びてるけど、安心してくれ、意外と壊れないから、多分。おい、そこの君たち、止まりなさい。都市警備隊員か。俺たちに何の用だよ。少し前に海岸で傷害事件が発生した。君たちはどこにいた？目撃情報があったが、特徴が君たちと一致する。本部まで同行してもらいたい。傷害事件なんて知らねえよ。確かに海岸にはいたけど、それは歪みの調査でこいつが倒れていたのを保護しただけだ。倒れていた？だったらなおさら不審じゃないか。確かに不審ちゃ不審だけど、目撃情報ってなんだよ。証拠や確証があるわけじゃないんだろ。錆びたキーブレード、その痕跡が被害者に残されていた。お前記憶喪失って本当は。どうやら二人とも心当たりがあるようだな。さあ、おとなしくこちらに来てもらおう。その必要はないね。二人を強制的に連行したいなら令状がいるはずだ。まずはそれを見せてよ。令状は出されていないと。一体こいつは誰の命令なんだろうね。ま、つまりそういうことだ。どういうことだ。何なんだ君は。何が言いたい。失礼。僕はバロック結社のオペレーションマスターネプト。一応法令結社審問会のメンバーも兼任している。まあちょっと欠席気味なんだけどね。どうもマスター。とはいえレムス君、警備の方々に手間を取らせちゃいけないよ。はい。あれ、我々は一体。お仕事ご苦労様です。おう行こう。厄介だな。それは。バレたな。さすがオペレーションマスターといったところか。やる。いや、これで所在は分かった。もう少し泳がそう。そこ足元に気をつけろよ。この結社古いんだ。マスターが全然働かないし。古いんじゃなくてレトロ趣味と言ってほしいな。マスター、レムスさん、お帰りです。お客さんですか。まあそんなところさ。彼女はフレイヤ君。この結社の事務を取り仕切ってくれている優秀な社員だ。もしかしてマスター、また懲りずに誰か拾ってきたんです。僕じゃないよ、レムス君が拾ってきたんだな。拾ったって。
いや、まあそうか、俺が連れてきたんだよな。でもさ、お前本当に記憶喪失なの？うわ、そういう使い方するやつ？それで、一体何があったんだい？俺にもわからないことばっかですよ。実は、さっき海岸で。錆びたキーブレードか。見せてもらってもいいかい？なるほど。うん。マスター、確かにこいつは不審で、自分も一瞬疑ったりもしたんですが、人を襲ったりなんかしてないと思うんです。だってこいつはなんというか、普通のおせっかいなやつって感じで。マスターは他の結社やキーブレード使いのこと詳しいですよね。だったらこいつの所属先。ああそうだ、君は、え、君はまだ僕と握手をしてないね。はあ、今そういうこと言います？さすがマスター、礼儀は大事にですね。こういうのは最初が肝心だからさ。そう、よし、君の身分をうちで預かろう。え、マスター、それって。ああ、うちの結社に入れる。そうすればとりあえずは不審者じゃなくなるだろう。フレイヤ君、手続きは頼んだよ。まったく、やっぱりマスターが拾っちゃうじゃないですか。まあこれは渡りに船とも言うよ。人手不足の弱小結社のうちに、即戦力の期待の新人キーブレード使いが来たんだから。それに君の心を試すのにちょうどいい任務もあるし。任務？嘘をつくと鼻が伸びるってね。まさかマスター、いきなりワープワールドの案件を押し付けるつもりですか？押し付けるだなんて人聞きが悪いな、フレイヤ君。我が社ではレムス君に謎が解けず未解決の案件だ。ここでレムス君のリベンジも兼ねて同行してもらえば一石二鳥。なるほど、二頭追うものは一頭も得ずですね。いや、それ違うでしょ。どう、楽しそうな職場でしょう。マスター、そのアットホームな職場ですみたいなノリやめてくださいよ。はあ、あいつ大丈夫そうですか？うん、うちは空き部屋が多くてよかった。疲れてたみたいで部屋に入ってすぐに寝ていたよ。今日は本当に疲れましたよ。それじゃ俺は帰るとします。明日先輩としてしっかり指導頼むよ。俺そういうの向いてないんですよね。いや、レムス君意外と世話好きだから。それはマスターでしょ。アットホームな職場だからね。ですね。お疲れ様。お疲れした。今夜は本当に星が綺麗だね。あ、ちょっとマスター、書類にサイン書いてから寝てくださいね。私ももう帰るんで。ひえここはダイブステーション。都市からアストラル海に移動する回廊があるんです。昔はリフトを使って移動していたようですけど、今は使ってなくて
モニュメントみたいになってます。アストラル界は簡単に言えば精神エネルギーで形成された世界です。一見実物の世界に見えるんですが、実は住人が存在しない未知の世界なんです。そのアストラル界が我々の世界と回廊、つまり歪みによってつながっているんです。そしてこちらの世界に出現する人の心を奪う魔物ハートレスもアストラル界から来てるんです。おそらく心を奪う対象がアストラル界に存在しないためにこちらの世界に来ているのではないかと言われています。そこで結社のキーブレード使いはこちらの世界へのハートレスの侵入を食い止めるためにアストラル界へ赴きハートレスの討伐を行います。それが主な目的ですが、さらに重要なのがピースの回収です。ピースとは異世界の記憶のかけらです。そこから様々な能力を引き出すこともできるので、まずはピースを探して使ってみてくださいね。あともう一つ重要なワープワールドに関してはレムスさんの方が。レムスさんまだ来ないですね。ああ見えてあまり遅刻はしない人なのに。バロック結社の担当者の方、用意ができております。至急受付までお越しください。呼ばれちゃいました。仕方ありません、手続きだけ進めましょう。大丈夫、すぐにレムスさんも来ますよ。ああ、待ってましたよ。バロック結社のフレイヤさんと、そちらは…今朝うちに登録した新入りのキーブレード使いの方です。確かに登録がありますね。お一人でしょうか。もう一人いるんですが…仕方ありません、アストラル界は一人で探索してきてください。お、任せてくださいといった感じですね。さすが期待の新人さんです。きっと後からレムスさんも行くはずです。きっと。そうだ、新入りさんにもう一つ。これ私たちバロック結社の制服と新しいキーブレードです。ネプトさんが新入りさんなら使いこなせるはずだからって。それとよかったら今の錆びたキーブレードはこっちで処分しておきますけど。あ、持っていたいなら別に構わないですよ。でもできれば服は着替えてくださいね。昨日の件もあるし目立っちゃってますし、ネプトさんが必ず着替えさせてって。ああそうそう、これを渡しておかなきゃでした。この端末は通信以外にアーカイブした情報を見返すこともできるんです。これで離れていても私がフルサポートできるのできっと大丈夫です。きっと。それじゃあ準備ができたら出発しましょう。Thank you.
こちらフレイヤ、聞こえますか？よかった、無事にアストラル海に到着したみたいですね。我々のいるスカラードカイルムの街と似た景色に見えるでしょ。それはレイヤー効果によるものなんですが、まあそれはまた今度説明しますね。アストラル界は無と有とがつながる世界。先ほども言いましたが、私たちの世界に現れるハートレスの多くはアストラル界の歪みを通じて現れています。ハートレスは人の心を奪う心なきもの。躊躇せず倒してください。またこの世界には多くの感情や記憶が渦巻いていて、それらに形が与えられたものが先ほど説明したピースです。この異世界の記憶のかけらはとても貴重で、結社間で奪い合いになることもあるんですよ。というわけでハートレスを倒しながらピースを集めてきてください。きっとレムスさんも遠くで応援してます。きっと